詩編第九編聖王、ダビドの遺コ聖英の半数近くが彼の作に返せられている。詩編、または詩編は、旧約聖書に収められた150編の神への賛美の歌。英語では P を発音せずに、サームと発音する。文言約聖書では、詩編と表記し、口語約聖書、深海約聖書もそれを引き継いでいるが、新共同約聖書では、 詩編と表記している。聖教会では聖英と呼ばれている。ほとんどの詩が天礼に用いられた詩と神への感謝の詩に分類することができる。ユダヤ教ではデヒリームと呼ぶ。ラテン語で詩編を意味する。サミは7十人約聖書における詩編のギリシャ語、タイトル、クサルモイに由来する。ユダヤ教聖書の配列では諸書,書の一つ。本来歌唱を伴い、 いくつかのものには、調べの指定が注釈として残されている。ヘブライ語テキストに本来付けられた曲は、失われているが、セラ、ミクタムなどの曲の用語が残されている。またテキストから、弦楽器、管楽器、打楽器を用いたことが知られる。現在、ユダヤ人の伝統的楽器を用いて、曲を復元する試みがなされている。また、キリスト教の伝統的教派では、 多く詩編は歌唱されるものであり、様々な音楽家によって作曲され、多彩な音楽的表現を生む土壌ともなってきた。なお、古代からの伝承では、その多くがダビデの作であるとされているが、近代聖書学の高等批評的には否定されている。ダビデの歌などの表題はダビデによって書かれたと、考えず、ダビデに検定された詩と考える研究者が多い。法的作品は、モーセー 知恵的作品はソロモン、音楽と歌はダビデに寄することによる権威づけの意義も考えられる。重要なのは誰が作ったかということではなく共同体に受け入れられるものであるかということであった。市販の聖書の中には新約聖書全巻に加えて旧約聖書の中から詩編のみを抜粋して合わせて収録し新約聖書詩編付きなどのタイトルで発行されているものもある。 マソラ本文において、詩編は以下のように前後間に分けられる。それぞれの巻の終わりは必ず2回のアーメンという言葉で結びられている。これは内容に基づくよりは形式的な区分であり、モうせ御所の語部構成と対応させたユダヤ教の学者たちによるものとされている。 1> 第1編から第41編、第42編から、第72編、第73編から第89編、第90編から第106編、第107編から第150編、第72編の末尾に、エッサイの子、ダビデの祈りの終わり。とあり、ここまでがダビデによる祈りとされている。なお、本文の切り方は、マソラ本文と70人分けで異なるが、150編に、 分割することは同じである。70人分け及び、これを継承する、聖教会の聖書には、この150編の本編に加え、ダビデの作とされる一編が収録されている。詩編は、それぞれが独立した、祈祷文として用いられる。ユダヤ教やキリスト教において詩編が、朗読、朗唱されるとは、定式化された式文による祈祷、それも多くは、 歌唱を伴うものが行われていることに他ならない。ユダヤ教徒は毎日、節に分けて朗読する。またシナゴーグにおける礼拝では、定められた詩編が朗読される。この習慣は、キリスト教の諸教派にも継承されていて、カトリック教会、プロテスタントの伝統的な教会などでは、教会の祈り、改定共通聖書日課またはそれに相当するものに沿って、 詩篇の読むところを選び、礼拝の中でこう読みされる場合が多い。また、聖教会については、いかに詩篇の使用の例をいくつか示す。時間ごとに定められた箇所を祈る。用いる箇所は数年で固定されている。祭日の各時間ごとに定められた箇所を祈る。カフィズマツヤの席における朗読。納棺の後、近親者、知人などが集まり、夜を徹して交互に、 聖鋭を一遍一遍読むことが行われる。食事の席における朗読。修道院などでは、食事の際、紙編の朗読が行われる。紙編は、聖教会では、聖鋭と呼ばれていて、聖鋭を治めた祈祷所を、聖鋭へと呼ぶ。聖典としては150の聖鋭から構成される。他に外典としてのデでや大ナシアの宿文も、 含めて151と数えることもある。マナシアの宿文を除いた150の、精鋭を20のカフィズマと呼ばれる区分に分割しており、昼夜法事の中で、特定のカフィズマが指定されている場合は、この1区分を読む。日本聖書協会訳の紙片が、ヘブライ語聖書を定本にしているのに対し、聖教会の、精鋭は72に訳聖書を定本にしているため、訳文の違いのみならず、 区切り方、数え方といった構成も多少異なる。ありがとうございます。